順に終点の途中高槻までかけて止まり、高槻から快速電車となります。途中前までは7時2分、京都8時26分、終点は大阪9時10分の到着です。車内禁煙です。列車は4両で運転しております。お手洗いの設備は1番先頭の車両1両目についております。お客様にお願いいたします。発車間際の書き込み表示は大変危険ですのでお読みください。携帯電話マナーモードに切り替えるなど周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。また優先席付近には電源を切りいただきますようご協力をお願いいたします。車内で迷惑行為を受けたり見かけられたり不審な身元を発見された場合は車掌または係員までお知らせください。また緊急を要する場合には車内のそれぞれの緊急ボタンを施錠にまでお知らせください。各社の種類に優先的に運転をお年寄りや体の不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様連れのお客様に席を入れていただきますようご協力をお願いいたします。本社の担当いたします運転士小坂車掌稲垣です。途中前村までご案内いたします。お願いいたしました。次は歩いです。